暑くて暑くて、私今内緒ですけど全裸なんです。確かにモニターの前でキーボード叩いてるおっさんは全裸やが。いきなりなんやが、これはどこのダンジョンなんやろ。なんトンネルでしたっけ、徳島県の長谷寺だったと思うんですけど、確か出会いトンネルの手前のやつです。綺麗なやつ。マップで見ると出会いトンネルってもうできてるんかぽいですね。今度見に行こうかな。2013年はまだできてないので9ですね。これまっすぐ行くと高知県やなく鶴見山の方行ってまうで。出会いトンネルはその名と通り、車と車が出会うとカップルでホテルまで行かないといけない地元ルールがあるんですよ。イケメンと出会えば私らもワンチャンあるわけや。中身おっさんなんだけど、国道によくあるデボリトンネルかな。都会から来ると大体の人が怖がって目開けないんですよ。田舎だと普通なんですけどね。こんな山奥で信号待ちとか、ダム湖の上の橋ですから数名捨てられても分かりませんよね。うふふふ。当時手掘りしてた人たちが生き埋めになってるからよくお化け出ますよ。やめや、怖いやん。右側に見えてる道路がサラらしい道やな。この時はまだできてへんけど、左手に見えてるコンクリートは未成道です。ゴミの焼却場か何かの建設予定地だったんですが中止になったんで、トンネルだけ捨てられてますね。今回のルート、山奥の山奥、熊出てもおかしくないくらい山奥ですよ。コンビニもなかったですし、今は知りませんけど、途中で昔ウプ主が休憩するのに車止めたら真横から豚の鳴き声みたいなのがして速攻で逃げ帰りましたよ。それは豚ではなくイノシシなんやろか。いえ、おならですけど。おい、ギャグパートかよ。
このトンネル過ぎてすぐ左はダムです。ゴミのダムでしたっけ。慰霊碑とかもあったんで、やっぱあれじゃないですか。あれダムはあかんねん。本格的になんかやばいやろ。ウプ主、ストリートビューあたりを見せようかと今調べたら死体を見つけちゃったようですよ。お化けか。お化けなのか。気持ちよさそうに死んでる。これが夜中なら本気で逃げるところですね。町ですよ、町。スーパーにお菓子買いに行くのに何時間かかるんやろうか。
車や、ホラー映画終盤で助けを求めて走る主人公たちの気持ちがわかるわ。光が温かい。もうちょっとでゴールです。だいたいこの辺りから鹿がよく現れるんですが、鹿っていうかこれクマゾーン入ってるやんか。月のワグマ出てくるやん。さあ犬戦え。私は犬やないっていうか戦えるかこんなやつと。ウプ主ですらここ一人で歩いてくれって言われると拒否するらしいですよ。自殺の後とか一人で深夜歩けるくせにリアルにクマ怖いんやな。これがゴールの4つ足トンネルか。真ん中で徳島県と高知県の県境があるんです。道幅はちょっと狭いですから自転車とかは怖いでしょうね。4つ足トンネルは当時落ち武者だった土佐の武士の首をはね頭を探して歩く体が四つ足で歩き回ったためその名がついたといいます。はああ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 あ、ま、嘘ですけど、なんかお寺か忘れましたけど、本堂が徳島と高知にまたがってたため、四つの足、だからその名がついたって、どこかで見た気がしますね。お前のせいで私は少し漏らしてしまいました。お、そういうプレイですか。それは、そうと長いなここ。当時そんなにって思ってたんですが、動画見ると長いですね。先がなかなか見えませんね。ウィキ見ると1852mですって。往復するといい運動や。まあここまで来る時間考えると面倒やけど。
ゴールはもうそこなので、そろそろ終わりましょう。はよカメラ買って何か新しいやつ撮ってきてくれ。自殺の名所か。ほなな。うぷぬし、なんかゲーム実況作ろうとしたけど、なんかつまんない完成で3時間無駄にしたようや。励ますついでにいいねとチャンネル登録よろしくな。励ます。